今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は知られざる東京港区の珍名所サルデラこと永海院を紹介したいと思います。サルデラという名前の通り、このお寺は寺中に猿の像があったりしますが、ここは歴史の教科書でもおなじみ解体新書の杉田玄白のお墓があるお寺さんだったりします。そんな歴史由緒あるお寺さんがなぜ猿のお寺になったのかをしっかり解説しつつ、今回も今回で近場のおすすめグルメをじっくり紹介していきますので、そっちの方も大いに期待しておいてください。港区のね、永海院というお寺は江戸時代の初期に創建されたお寺さんで、東京都の史跡に指定されているところになります。ここが史跡指定されているのは江戸時代の偉人杉田玄白のお墓があるから。ちなみに皆さん、杉田玄白っていうと解体新書、オランダ語の本ターヘルアナトミアを翻訳して解体新書という本を表したというイメージがあるかもですが、実はほとんど翻訳はしていないって知ってました？というのもですね、本当のメイン翻訳者は、前の良卓っていうお医者さんで、杉田玄白はそれを清書しただけ。ただ本来なら前の良卓の名前を載せるところなんですが、本人がそれを嫌がったために杉田玄白がメインってことになっちゃった。ちなみに前の良卓が名前を出すのを嫌ったのは、若い頃天満宮に学業成就を祈った際、自分の名前を挙げるために勉学するのではないと約束したので名前を出すのを断ったという説や、そもそも翻訳が完璧ではないので自分の名前を出したがらなかったという説、当時蘭学に対する幕府の対応が芳しくなかったため、万が一の際に最も蘭語に通じている前の良卓に咎が及ぶのを避けるため、杉田玄白たちがあえてそうやった説などがあったりします。まあ理由はね様々なんですが、結果前の良卓よりも杉田玄白の方が有名になったというわけでした。でこの永海院、冒頭でも言ったようにね、サルデラというなんとも奇妙な別名があったりします。実はこれお寺の境内に無数の猿の像やら猿を供養した猿塚なんかがあるから。ではなんでこんな猿まみれなのかというと、このお寺さん江戸時代初期の寛永年間の頃に猿を引き連れた泥棒に入られるという事件に遭遇したのがそもそもの由来。実はこの泥棒、パッと見で怪しまれないよう猿回しに扮していたそうなんですな。ただ泥棒に入ったところを住職に見つかり説教を食らった結果、泥棒は改心、諸国行脚の旅に出ることになったとのこと。しかしそこで困ったのはこの猿の処遇。そのためこれも何かの縁ということで、この猿をお寺で預かることに。で、すでにね人慣れしていた猿はそのまま寺に居き、むしろ寺のマスコットとして人気者になったとのこと。以来この寺は誰というともなく、猿寺と呼ばれるようになり、猿が死んだ後もそんなに違わないよう猿の銅像を置いたということでした。そんなわけでね、全国的にもちょっと珍しい由来があるお寺さんなんで、皆さんも機会があればこの東京は港区の永海院にぜひ立ち寄ってみていただければと思います。で今回のおすすめグルメの方も紹介しておきましょう。今回紹介するのはサルデラから徒歩10分ちょいのところにある本格スパイスバルザ・フラン。ここは最寄り駅の内幸愛町からなら、徒歩1分ほどの好立地にあるんですが、そんな好立地にありながら割とお手軽に本格インドカレーが味わえるのがおすすめポイント。ここのおすすめはなんといってもランチのカレーセット。というのもね、ここのランチは嬉しいナン、ライス食べ放題付きでセットもいろいろと豊富。ランチは6種類のカリーから選ぶ方式で、1カレーセット、2カレーセット、3カレーセット、スペシャルセットなんかがあるんですが、特におすすめなのが2024年1月現在1000円ポッキーで食べられる2カレーセット。まあここにね消費税が加わるんで実質上は1100円になるんですが、都内のこんなビジネス街の一等地でこの値段で本格カレーランチなんてなかなかあるもんじゃないんで、そういう意味でおすすめです。ちなみに皆さん、こういう本格インドカレー屋だと割とナンおかわりがデフォルトで、なんだったら店員のインド人が好きやらばおかわりを積極的に持ってこようとするのを疑問に思ったことはありませんか？実はあれ本当純粋なサービスなんです。というのもね、ナンを焼く釜っていうのは初期投資こそそこそこかかるんですが、一回釜を作ってしまうとナンそのものは数十円ぐらいのコストでできちゃうもんなんです。だったら積極的に焼いてお客様にサービスしちゃって、その分リピーターになってくれればというわけなんですな。
何役釜を持っている本格インドカレー屋はこの辺のコスパはほぼ同じようなものなんで、同様に何を進めてくるってわけなんです。というわけで皆さんも遠慮せずに何をおかわりしちゃってください。まあ言うてもね、だいたい 1,2 枚しか食えないのがまあ世の常ってやつなんですよね。そんなわけでお送りしてきました、今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル。次回もまたお楽しみに。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック、高評価やコメントもお待ちしております。